Hi everyone! 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はちょっといつもと違ってですね、英語ではなく古典文法の話をしたいと思います。古典文法はですね、英文法に比べると本当に覚えなければならない内容が少なくてですね、しかも日本語ですから、まあなんとかなるんじゃないかみたいなね油断が皆さんの方にございまして、あまり勉強されないというかわいそうな科目でございます。で、まあ、中学校では今そんなに古典文法でがっつりはやらなくて、まあ、簡単なお話を読んで解釈するぐらいなんですが、高校に入るとですね、ケイケイケイケルとかね、ああいう活用を覚えたりとか、がっつり出てきます。で、まあ、文法を覚えなかったら古典読めないのかってことですけども、読めないです、はい、やっぱりね1000年経つと同じ日本語とはいえ文法かなり変わってるんですよ、うん、で、まあ、8割ぐらいはなんとなく噛んでもいくんだけど、残りの2割ぐらいが運動かなっていう感じ。その運動かなのところからテストは出ますので、やっぱりやらないと点は取れないです。だからやりましょうということでございますね、はい。で、古典文法で、まあ、つまずくっていうか、もうダメな場合はもう動詞の活用からダメなんだけども、まあ、そこはクリアしたとしてですね、なんといっても古典文法のハイライトは助動詞でございます。助動詞ね、助動詞、あれがね面倒くさいんですよ。パッと見た時に、例えば古典の文章ってこう漢字混じりで書いてあったらひらがなの部分が助動詞かなとか分かるんだけども、全部ほぼこうひらがなで書いてあるとこなんかどこが単語の切り目かすら分かんないんですよ、本当にね、うん、古典ね、やってない方には何の話か分からないですけど、やってる人には身にしみる話だと思いますけどね、はい。で、まあ、そういうことでですね、助動詞ですよ。で、助動詞ってなるとですね、教科書とか参考書でもいろいろなタイプの分類をしています。それはいろんな分類の仕方があって、まあ、教科書に出てくる順番なんかもいろいろあって、一つに決まっていないわけですよね。で、例えばですね、まあ、いろんな教科書がありますが、例えばこの教科書の助動詞の活用表ね、こんなん出てますよね。これはですね、こうちょっとグッと見ていくと、これは意味別に分類をしています。ですので、例えば真ん中あたりに完了の助動詞をこんだけあるよみたいに意味でまとめて覚えるということで、これはこれで同じ意味でまとめて覚えるっていうのはすごく覚えやすいので一つのやり方なんですよね。ですが、それだけではなくですね、教科書によってはですね、例えばこれちょっとグッといくと、この余談型とか下に型とか書いてありますが、この活用のタイプ、余談活用の動詞みたいに活用するよとか、下に段活用の動詞みたいに活用するよみたいに、こう活用のタイプによって分けたり教科書もあります。で、これもこれで理にかなっていて、あれと同じように活用するんだということで、活用表が一発で覚えるということで分かりやすい感じになっていますよね、はい。で、あとですね、一番多いっていうか、まあ、一番覚えやすいかなと私が思うのは、ここにあるように、接続ですね。接続、この未然形接続の助動詞はこれ、連用形はこれみたいに、接続によって覚えるという方法もありまして、接続っていうのはね、助動詞の上の要件が何形に接続しますかってことなんですけど、これ結構ポイントなんで、これで覚えるというのも一つのやり方で、これはこれで あります。なので学校で使ってる教科書とか、教科書と学校で使っているワークがまずその時点で表が違ったりとかですね、そこもあるんですよ、うん、なんですよね。で、そういうことです。で、覚えなきゃならならないポイントが今のこの3つのタイプの教科書に凝縮されていて、助動詞を覚えるときはまず、接続ですね、未然形接続だとか連体形接続だとか、接続を覚える、それから活用自体の表を覚える、それから意味を覚える、この3つなんですよ。で、この3つをしっかりと覚えて初めてできるということですよね。なので、まあ、入り口のところでどこの部分から覚えるかっていうのは、まあ、好き好きで、もう別にどうだからどうってことはないんで、学校で使ってる教材とかに合わせればいいのかなと思います。はい、うん、ですよね、うん、で、
その3つを必ず覚えていくんですけれども、そんなに数はないはずなんですよね。だってこう見開きでこれだけになるわけだから、英単語なんて3000語とか6000語とか覚えるって言われることを考えるとですね、こんだけなんで、もう、例えば明日試験があるとかで一夜漬けと覚えられるレベルですよね、やろうと思えば、なのに覚えられないと。でなぜかっていうことなんですけど、ポイントを絞らずにね、全部そのまんま覚えようとするから、ちょっと微妙なところでどっちだけみたいな感じになっちゃうわけなんですね。なのでそれぞれの助動詞によって覚えなければならないポイント、あとその見分けが難しいポイントというのは別々なんで、そこをしっかり覚えるのが大事です。例えば一番最初に覚えることが多いこの数冊シムですよね、これは見るとですね、接続は未然形接続で、未然形接続って一番分かりやすいんですよね、それからここの活用の表も数一個覚えちゃえば、サスはそれに差を上につければいいだけ、しかも下二型っていう一番なんか覚えやすい形なので、でパッと見てこれは数の仲間だなっていうのは分かりますよね、なので未然形接続、それからこの活用、ここは多分大丈夫なんですよ。で問題はこの意味が刺激か尊敬かっていう、こういうことなんですよね。で刺激か尊敬かっていうのは全然違うことで、これどっちでもいいわけではないんで、ということで数冊詞も覚えるときは刺激なんですか尊敬なんですかって意味の見分けのところがポイントだなっていうのが分かるわけです。なのでそこを覚えればいいわけですよね。じゃあ今度はですね、この打ち消しの図、打ち消しの図、これも未然形接続で、接続は問題ないです。だいたい未然形かどうか見るために図をつけるぐらいだから、これは間違いはないんですよ。で意味も打ち消ししかなくて、打ち消しはノットの意味だから、それも別に選びようがないん で問題はここの活用表ですね。でズーズーズーときてヌーネーってきますよね。ここなんですよ。ここ座行とな行と行をまたいじゃうわけですよ。だからこうズーズーズーって言ってたときはズーだからこう分かるんだけど、ヌーネーってきたときにヌーネーって打ち消しのズーだけじゃなくて、ものすごく品質するのはこの完了の助動詞のヌーですよね。ここにヌーとネーが出てきます。でこっちは連用接続なんですよね。ここなんですよ。そういう、感じで助動詞の図は意味は全然難しくないし、図って形で出たらこれ100人が100人分かるんだけど、ヌーネーの形で出た時に完了のヌーネーなのか打ち消しのヌーネーなのか、打ち消しかどうかと、これすごい大きいことですからね。ノットって言ってるかどうかってことだから、ここがポイントってことですよね。だから助動詞の図を覚えるときは完了のヌーとネーとの違いをしっかり覚えると、そこさえしっかりやればアートは問題ないという感じでですね、全ての助動詞はこのような感じで覚えるべきポイントっていうのはそれぞれ違うわけですよ、でもうテストの時に応用になると、例えばこうなんかこう棒線が引いてあって、棒線引いてあるところの文法的な意味をなんか説明しなさいとかって言われるわけだけど、まず助動詞かどうかすら怪しいわけですよ。ヌーとかネーとか出たからって言って、それが助動詞ということは限らず、イヌーとかシヌーの活用語尾の場合もあるし、全然関係ない単語のヌーってこともあるし、いろいろあるんですよね。そこが大事ということで、なんですけども、要するにね、そういうことですので、古典文法ね、もううざいなとか面倒くさいなとか、もう本当嫌だねとか思っている人、そう思ってるですね、こう永遠に分かんなくて、いくら問題解いても全然腑に落ちないから、もう一個も身につかないんですよ、なのでもうとりあえずですね、なんとかしなきゃと思ってる方はですね、助動詞ね、助動詞をまず克服しましょう。助動詞克服したからって言って明日からそれを読めるわけではないんだけれども、突破口にはなります。
それが分かってくるとね、ちょっと細かく読むっていう視点ができるので、なんか読解の時もですね、役に立つんですよ。これが本当に騙されたと思ってということですね。教科書とか参考書とか何使ってもいいです。自分が手に取ってみて、あ、なんか学校の教科書だと分かりにくいけど、こっちだとなんかとっつきやすいなと思うのがあったら、それ買えばいいんですよ。予備校の先生なんかね、夏期講習とかで予備校の勉強書とか行って古典文法を取ると、いや、めっちゃ分かりやすいなんてことあるじゃないですか。でそれはまあその先生の説明うまいんだけれども、多分学校の先生はこう全部こうなんかまんべんなく同じような感じでいっちゃうんだけど、さすがに予備校の先生はテストに出るってことから逆算して教えていくんで、出るときはこういうふうに出るからこうやって見分けるんだよとか、パーンとポイント言ってくださるので、すっごい分かりやすいんですよね。なので、そういう勉強を自分ですればいいわけですから、そういうことに気をつけてですね、やって、ね、英語のもう本当10分の1とかの労力で古典は点が取れるようになりますから、頑張ってくださいということでございました。以上、アート英文チャンネル、解説させていただきました。バイバイ。